どうもこんにちは。今日はこの渋川のダービーですね。この靴結構進めちゃいました。すくい縫いやって出し縫いやってこんな感じでソールがついてます。でこの靴はちょっと実用的な一足にしたいのでハーフソールつけたり、あとは積み上げ積んでゴムのトップリフトをつけたりしていきます。まずウエスト部分は水で濡らして銀面を落としておきます。この部分はレザーソールなので後で仕上げます。こっちの前部分はハーフソール貼るためにヤスリで削っておきます。こんな感じで表面を荒らしました。糊を塗っていきます。こっちのハーフソールはこんな感じに切り出してあるので、こっちの裏面にも塗っていきます。靴本体はこの部分段差つけてあります。ハーフソールの厚みがソールにぴったり収まるようなですね、段差がついてます。ハーフソールを温めます。ハーフソールのゴムは柔らかくなった方が靴への追従性が高くなって貼りやすくなりますね。あと接着剤が活性化して接着力が良くなります。ゴムが温まってかなりグニャグニャになりました。貼ります。ハーフソール貼ってカットができました。ウエスト部分ハーフソールとレザーソールの境目はぴったり段差なくつながってます。で今回さらにつま先にはトースチールつけたいと思います。クラシ反応トースチールなんですが、このハーフソールのつま先部分だけ切り替えてスチールを装着します。もともとスチールは市販のものなので少し飛び出します。これをグラインダーで大まかに削ってこんな感じにぴったりなるように加工しました。これを一旦仮止めします。一本ビスを固定します。それヤスリで微調整します。
これでスチールとソールが完全にツラ1になりました。ハーフソールの厚みとスチールの厚みがほぼ合ってるので、ここも段差なくつながってます。このスチールはまたソール仕上げが終わった時に装着するので一旦取ってきます。ということで半分は終わったので後ろ積み上げやっていきます。積み上げの方が大変なんですけどね。まずは鉢巻きですね。もともとまっすぐだった革に切れ込みを入れて水で濡らして巻いて固定して乾かしておきました。まずはこれを貼っていきます。ちなみに今回底付けはダブルウェルトシングルソールです。360度、かかと周りも出し縫いをかけております。ウィールは少し粗めですね。この脂肪感の標準に合わせて少し粗めのウィールをかけました。ダブルソールの時は鉢巻きつけなかったりするんですけど、僕の毛型結構かかと底面が丸いのでダブルソールでも同じく鉢巻きをつけて底面の丸みを取っていきます。ヒールを平らにしていきます。じゃあ2段目積んでいきます。はみ出した部分をカットしていきます。積み上げを1枚貼って平らにしました。もう1枚貼ります。これで積み上げが積み終わりました。今回は2枚ですね。トップリフトは少し厚めのゴム 8mm あるんですけど、これを装着するので積み上げの革はこれで積み終わりました。でこの釘で積み上げを固定します。最後にトップリフトを貼り付けます。これビブラムの厚めのゴムですね。
できました。こんな感じで積み上げができました。シングルウェルトで結構ドレッシーな靴だとこう、ね、テーパーつけたりこう曲線つけたりするんですけど、ダブルウェルトの靴はしっかり地面に垂直に落として歪みのないヒールを作ってます。ダブルウェルトでねちょっとグニャグニャしてるとなんていうか靴のどっしり感がなくなるというか見た目の安定感に欠けるのでしっかり直線を出して作ってます。ソール面はこんな感じですね。つま先にはこのスチールをつけますが、このスチールついてるとこの辺のコテがかからないのでこれは一番最後につけます。この靴早くも完成しちゃいますね。ガンガン進めてて、この靴を作り始めてから1週間ちょいなんですけど、もう完成します。なんですが、作業自体は毎日ずっとやれば1週間かかんないんですけど、木型をすぐ抜くと、木型の形状をまだね、靴が覚えてくれてないので、まあ、最低2週間ぐらいは靴の中に木型が入ってるようにしてます。完成して友人に履いてもらうのが楽しみですね。ということで本日の革靴の件でした。